さあその間に宮城選手はリードを広げた。タイム差が2秒まで広がりました。ただ後ろから南野選手が来た時にはラインを譲ってください。レース残り1分15秒。さあ決勝、今日は3回行います。その第1ラウンド、まずは上梁選手がトップフィニッシュになるか。集団から集団、6分レースはあっという間に残り1分となります。さあ上梁選手8秒差にリードを広げて、その後ろ宮城選手はかなり離れました。一方3番手4番手は1秒4。さあ春名選手、まずここは上梁選手を生かせる。そして宮城選手の差を常にかかるというところ。さあ残り45、タイム差1秒7。追いつけるか春名選手、逃げ切れるか宮城選手。宮城選手もよく粘ってる。タイム差が2秒に広がった。さあ宮城選手も後ろからトップ来ている。さらに上野の選手もかわす難しいライン取り、残り30秒。さあ上野の選手、後ろから春名選手、これも行かせる。さあタイム差が1秒1。春名選手ムチを打つ。さあ残り20秒。春名選手追いつけるか。残り15秒、もう一周いけるかなというところ。残り10秒、突破の問い合わせ。おはよう上野選手、さらに南野選手と決まりそう。残り3、2、1、ここでチェッカー。まずは上野の選手ゴール、そして南野選手2番手、上野選手トップ、宮城選手逃げ切った。春名選手4番手、上野選手5番手、上野選手6番手。ヒヤヒヤの決勝第1ラウンド、まずトップゴールは上梁選手、2番手南野選手、宮城選手0秒77差で逃げ切って3番手、春名選手4番手、5番手上田選手、6番手上野選手で確定となります。はい、ここから計測始めます。はい、スタート。上田選手、もう走らせたら赤いよ。お願いします。上梁選手、南野選手が接近。さあ上梁選手接近、南野選手が後ろマーク。さあスタートからいきなり上田選手がタイヤ外れるという大きなトラブル。ああ南野選手が前に行ってる、南野選手が前に行ってる。上田選手ここはたまらずラインを当てた。おお、プッシュ。宮城選手ひっくり返ってる。1分経過しました。1分10秒。どうした上野の選手。さあ1分30秒経過となります。さあ上野選手が現在トップ、南野選手が2秒差で追いかけている展開。さらに南上野の晴れ場となります。が春名選手のマシンコースを待ち合っている。現在マシンコースを4台、上梁選手がトップ。さあ2分経過、南野選手が1秒5までリードを、差を詰めている。南野選手が差を詰めている。さあ春名選手が戻ってきた、春名選手戻ってきました。何かエンジンが止まったかな。さあ宮城選手も大きなクラッシュありましたけれども、元気にマシンは走っています。南野選手が上野の選手をかわして、タイム差1秒6。おっと、幸せの黄色の壁。上野選手が戻ってきた、タイヤをつけて戻ってきました。ゴールするがね、何が起こるか分かんないです。2分45秒というところ、まだレース折り返してないです。さあ南野選手が前に行った。
なかなか激しいな。さあ再び南野選手が前になって、レース序盤の勢いが戻ってきた。さあ3分経過、折り返し残り半分です。残り半分、上野の選手と春菜選手の差は大きく開いていますが、宮津選手と上野の選手は10秒差です。宮津選手と上野の選手のタイム差は10��ao。しかしここも広がりました。宮津選手単独3番手、最後トップからどうした1台に姿がないぞ。あーっと南野選手、南野選手引っかかっちゃった。これで上野選手はかなりリードを広げている。さあ4分が経過します。残り2分です。残り2分。さあ南野選手が追いついて、さあレースやり直し。ここから終盤、のマシンが今、はい、フィニッシュゴールしました。2位です。次の週から計測いきます。ここからいきますよ。それではレーススタート。はい、綺麗にスタートいきました。上野選手が前、南野選手が後ろ、宮城選手、それから春菜選手、上野選手、上田選手という体制です。さあ、すでに第1ラウンド、第2ラウンドでトップフィニッシュを決めている上野選手、今日の勝ちを決まっているんですが、最後の最後までパーフェクトウィンは目指しての回答をストレートエンド。さあ、南野選手は現在ポイント第3位、このポジションキープでは第2位ではありますけれども、やはり勝ってレースを終えたいところ。タイム差0秒6。さあ、上野選手は0秒9、勝った余裕があるか。さあ、そのままリードを広げていきたい。さらに宮城選手、表彰台2位、それとも3位か、それ以下か。上田の選手と上田選手がやり合ってる。さあ一歩突破るといい。南野選手が前に出た、南野選手が前に出た、南野選手が前に出てストレート。
さあ南野選手が再び前に行く。レース開始から1分10秒。さあ南野選手が現在前、上梁選手が2番手、宮城選手、春馬選手も3番手4番手争いの接近中。さあ黒のマシン、宮城選手と黄色のマシン、春馬選手も前に出た。春馬選手が気合いの走り、3番手浮上。さあ上田選手と上梁選手もやってさあ1分50秒、南野選手がベストラップ10秒6をマークしています。さあ上田選手は現在最高峰、おっと大丈夫か。2分が経過しています。レースは2分経過。宮崎選手は現在4番手、春馬選手3番手、大きく接触、なんかいろんなところ向かってますけど車。さあ大園選手をかわしていこうという春名選手、ここでかわしていきます。春名選手は現在3番手。さあ大園選手なんとか戻れるよ。はい、ありがとう。2分40秒経過しています。さあ南野選手と上梁選手はずっと団体の走行を続けています。一方春名選手がその後ろ1秒7、トップ争いに微妙に食いついている春名選手です。前との差が2秒4、春名選手トップ争いに食いつけるか。レース折り返しの3分を経過しています。トップ争い2台です。白ピンクの2台、ドライバースタンドの前、上田選手の後ろからトップ争い。はい、ありがとう。さあ春馬選手が単独3番手、黒いマシン、宮城選手は現在4番手、上田の選手5番手、上田選手6番手。3分30秒。さあ1台上田選手のマシンがストップ。あ、またタイヤか。どうした、タイヤがまた取れた。閉めたはずなのに、閉めたはずのタイヤがまた取れた。何が起こったんでしょうか。残念。ありがとうよく上田の選手の後ろ突破の問い。さあレースは残り2分です。南野選手と上田選手がバック。春名選手ちょっと、春名選手と宮城選手の差が詰まってますね。いや、詰まってないのか。詰まってない。宮城選手は7秒遅れですね。春名選手がトップ争いから少し後退、7秒6まで差が広がっています。さあ春名選手と宮城選手の差が7秒。今ストレート宮城選手現在4番手、タイム差6秒2。このまま行くと宮城選手は3ポイント、春名選手が4ポイントとなると、宮城選手は9のまま、春名選手は7、6、どこで来ないか。さあどうなる。あ、上田選手戻ってくる。さあとりあえず1つでポジション上げていこう。あ、エンジン止まっちゃったか上田選手。さあレースは残り1分。さあ南野選手がこれらのトップフィニッシュなるか。上梁選手が現在2番手、後ろにぴったりマーク。さあ黄色いマシンの春名選手がドライバースタンドの前、現在前との差は9秒、後ろとは7秒。春名選手単独3番手、その後ろ宮城選手は前と8秒、後ろとは27秒、大きく離れている。4番手は確保できますが、3番手流れるかどうか。残り30秒。さあ残り30秒。またやってる。さあレースは残り15秒となりました。残り10秒。さあ上梁選手と南田選手はファイナルラップに入る。残り5、4、3、2、
2、1、次、はい、ここから南の手ストップ、上の手順に上の手順が最高。さあ、おっと宮城選手と高田選手先着で、これどうなったポジション。宮城選手が第3位、春菜選手第4位、上田選手はまたもやタイヤ。これでレース確定。南野選手最後トップフィニッシュで総合2位に上がってきたかなというところですね。